よし、したら超人オリンピックザビッグファイト2日目最終戦メインイベント、サンクロームソーケン大会始めまーす。みんな盛り上がってるか。目の前にいるやつ全員殺せ、頼むぜ。準備ができ次第始めたいと思います。お前これ対戦とか試合じゃねえかな、これ戦争だぞお前ら。試合じゃねえよ。正義超人か悪魔超人か、どっちが生き残るかの戦争なんだよ。戦争なんだよと、殺し合いなんだよ。目の前の相手を殺しに行け。サンクローム総研大会、じゃあ始めてくれ。ワンピースソイヤー、ツーピーブリキ24、童貞なのかそれともブリキ勢なのか、どっちが強いのか見せてくれ。目の前に座った相手を親の仇とでも思うぐらいの距離殺せ。ソイヤが使うのはシュラのアラセス、シュラの幻獣郎、そしてシュラのバサラを選択したのはブリキ24ブリキ勢。残念ながらブリキ24ブリキ大会では今回優勝できませんでしたが、ザンクロ大会どこまで戦えるのか。ちょっと1つ2つそこで止める、ワープして大足バレーで返していきます。ソイヤ垂直ジャンプからの攻撃で牽制していく。さあジャンプ攻撃どうする、若干嫌がって、さあ三連殺はジャンプできる、どっちがどうか、おっとここで出していく、いいサザザ。さあここは下段ガードしっかりガードして踏みつけ、おっと勝利攻撃陣潰していく。さあ怒ったよ、それが2つ3つと木の下町までは繋がらなかった、どっちがどうか未だによくわからない三連殺、どうなる。ここはダイパーでぼかして殺すの、切れてからどうせ化けてるんでしょうね、あれもね。さあこれは三連殺ガードして空中からの残空投げて、おっとおっと当たっちゃった、見てから食らいに行く余裕でした。全治だからこれが噂の全治、飛び道具見てから飛んじゃう、だからおめえは童貞なんだと。まず一本戦車ブルキ24足払いから牽制していく。さあ大川さんを投げていく、ソイヤジャンプで飛んで、ザクアシから何もない、安かったシュガラシュ、どうなる、足払いから1つ2つ3つ4つ5つ、はいはい、猪鹿町ですよ、お見事。おっと気合い溜めてる間にサマを食らっていく、裏からバカ大川さんだよ、あれ足払い、さあ肉がさ、肉は足払い、足で食った足で食った足食い足で食った、邪道食い、邪道食いですよ、確かに大食いを舐めるな、この店に大食いを飾る資格はねえ。おっと裏から決めてる、しかしマサルには即死コンボはございません。さあこの時にイノシカチョウ来た、これバシッとになって童貞だって強いんだよと。そういや一歩取り返す、刀ならここにあるみたいな感じで。さあワープに逃げて、裏回り出てきちゃう、ダイヤスパでしっかりガード、おっとザンク当ててダウンを奪っていく。さあふわっとあれでやられた、先ほどそういやあれを食らってしまっては童貞認定されてしまう、注意。さあ危ないよ、飛び出るの向かいから、おっとザンク、また食らってしまった、出会い頭注意やってて、イノシカチョウあった、裏からダイヤスパで安かったシュガラシュ、もちろん裏から永久持ってるぞ。こうよくして空振って勝負しよう、大足とともに食らって、やばいぞソイヤ、まずいぞ、ここでお前の人生終わっちゃうのか、頑張れ。これは言っとく、殺し合いなんだよザンクローは、遊びでやってるんだ、戦場でそんなんなってっから、そんなんなっちゃうんでしょうと、そんなんなっちゃうんだろうと。勝ったのはブリキ24、お見事。さあじゃあ次、野外つかめとイデアジャンケンス席見ろ、ミュービーダーも怒りますよ。さあこのままでは無冠仮面、エアガイツ仮面、持ちゲーエアガイツで優勝できず、絶対的な自信のあった等身伝2は2回目のプレイの DDD に殺されたエアガイツ仮面、サンクローム総研で優勝しなかったらダメだろ、今年の味方を牽引したエアガイツ仮面ワンピー側へ、そしてナシオ仮面になってしまうのが万歳ナシオで、そして2人目の童貞、イデア、まだ高田の馬場にくすぶったお前はいつウグイスダリに行くんだ、頼むぞイデア、エアガイツ仮面に石向くよ、お互い永久攻防を持ってる2人、どっちから行く、ラケット、下橋から砂、おっと砂を弱切りで削っていく、少々砂を倒した、イデア魅力見てる、よく見てる、下げて返して、裏からエアガイツ仮面、エアガイツ仮面、グーパイエアガイツ仮面、死ぬなエアガイツ仮面、なかなか、おお、よけた、よけた、よけた、そして食らった、イデアが死んだ、竜脚死罪の術、見よう、今までやったら、うまくいったぜ、
純逆自在の術で食らってて死亡確定だった。一本目選手危ない、イデア死ぬな。昇竜拳当てていく、一気に虫の息でも、こっからでも勝てんのか残響の無双拳。イデア頑張れ、裏回れ、あんたの勝ちよ。相手に慎重に集団来るぞ、気をつけて。さすが来ちゃった、中切りタックル、勝ったのはエアガイツカメン、お見事。完勝。いやー今ね、エアガイツカメンいきなりさよなら、グッバイエアガイツカメン、グッバイエアガイツカメン、エアガイツカメンを神が救った、帝の神が救った、エアガイツカメンなんとか一回戦突破、お見事。じゃあカンコレ勢死にかけ右京DDD、 じゃんけんして席を決めるんだ。完全に筋肉マンですね。完全に筋肉マンでしたね。さあ DDD とカンコロ勢死にかけ受けをまだやってんじゃねえな、1942とか失格にするぞ。死ぬぞ、死ぬのか死にかけ。4126いる、いる、あれ4126呼んできて、呼んできてか。死にかけは死にかけ受けを呼んでこい。死にかけ右京は今日このまま負けることがあれば一生技が売り切れてるやつというレッテルを貼らせていただくぞ、ね、さあ早く上がってこい。ふざけんなバカ野郎。じゃあいや次の試合やるぞ。じゃあ白飯さんとサリピさん、じゃあ白飯とサリピじゃんけんして席を決めろ。白飯羅刹半蔵、サリピ羅刹静丸。白飯名前に偽りありと、白い半蔵はいないぞ。白い半蔵はここにシャア専用しかいません、このゲームは。残念ながらここはね、あれですよね、やっぱり臨機応変に赤半みたいな名前変えといてもらえた。さあ俺たちのアイドル熊本から出てきたサリピ、絶対に優勝しなければいけない、負けられない、負けられない戦いがここにある、はい、負けられない戦いがここにある。相手は初代サムライスプリッツ大会優勝者、白半の半蔵、赤半、白半だけど赤半、白半だけど赤半、赤身です。シャア専用半蔵を使ってくる。相手は強くなった。サリピはラフェスの静丸にこだわっている。静丸が思い出し怒り、思い出し怒りして、思い出し怒り、どうぞね、高さで牽制していく。相手の手方を伺っているのか、思い出し怒り。さあ赤飯立ち回りは宇宙最強と言われる白飯に対して昇竜拳を決める。いいぞ、バメニューからモンスターしっかり回避して、返して垂直ジャンプ大切り決めていく、うまい、ワープした。そのままその場で出ただけ、白飯、いや赤飯、その場ジャンプで牽制してよく見てるバメニュー、クローカサでかわして、それ以外の卓はさせねえよと、大切りを当てていくな、サルピー、付き合いませんよその戦いには。そうだ、おこわり中第二段目決めてー、どうやっと、お見事。まず一本選手ここまで来たんだ、遊びでやってんじゃねえんだ。今日サリピに課せられた使命は絶対優勝、負けられないんです。相手が初代の最強の男でも負けられないんです。遊びでやってたら金曜日に帝来て、土曜日なぜか後発いて、日曜日にまた帝いるなんてできないんです。そんなことできるか、何のためにザンクロー無双剣をやってるのか。お前そもそもどこから来てんだ、九州だぞ、九州から帝経由して大阪、そしてまた帝、お前の人生はサムライスピリッツなのかどうなのか。リアルサムライサルティ負けられない戦い、大義ガードしてから風がしてから大義おっと、ああいうキックでごっつり減って、よつりの酒うめえな、さすが。と、避けて避けて、赤飯、赤飯、赤飯、お赤飯敷いてしまう。お赤飯、頼むよ。最強の初代の男、着切りから、と、勝ったのサリピ、勝ったのサリピ、1回戦突破を埋めるぞ。負けられない戦い、一歩前進。よーじゃあ、カナディアンマンとベホマソー。じゃんけんして席を決めるんだ。カナディアマンのシュラハンゾーですね。ああ。と、ベホマソ。クリアでした？ベホマソ、R。いいよ、じゃあ、ベホマソと最初にカナディアマンやっちゃってください。さあ、2P 側に座るのは、宇宙最強決定戦のザンクロー無双剣で優勝した、ベホマソ。1P 側は、カナダから来たカナディアマン。どっちが強いのか、決めさせていただきたいと思います。前回の超人オリンピックメインイベントザンクロー無双剣大会ではまさか新潟から来た足払いしかやってない天草に負けたベホマソ、2回目勝ちたいよね、あなたも負けられない戦いにようこそ。 2P 側へベホマソ、準備ができたら試合開始。まずは1試合目、どうなる黒飯、
黒ハンを選んでいくカナディアンマン、優しいですね。そして優しくない、ちっとも優しくないリブルを選んでいく。開幕投げる気満々、開幕投げる気満々、危ない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 、カナディアンマン待ってきてる、危なかった、死ぬところでした、危なかった。さあ氷で削って、中心に挟んで凍らせる、飛ばないアンヌ娘、飛ばないアンヌ娘を使っていく。デオマサドリに乗っているか、中心に挟んで、ウルシを作っ てジャンプしたところで若干挟んで投げていく、こすっと一本、あっという間 にパーガチ、お見事、圧倒的じゃないか、圧倒的じゃないか、お前の火力はおかしいよと、さすが宇宙最強のベホマソ。どうする、ジャグにかわして、酒でよく見えてる相手の動き。さあカナディアンマンダウンさせられる、運賞を作って、ダイリーに当てて、運賞を作って裏から、危ない危ない危ない、カナディアンマン死ぬところでした、相打ちっていく。さあ中切りかわして、氷を作って牽制していって、技相手の技を誘って氷を作る、ダイリーに食らう、ダッシュ中か、ダッシュ中食らう、そのまま凍らして、だけでジャンプ攻撃避けていく、運勝を読まれたところに裏から回ってキック決めて、なめんなよと、なめんなよと、ここで負けられないのは俺も一緒だ。ベホマスお見事、一回戦突破おめでとう。じゃあ死にかけ右京帰ってきた、帰ってきた、オッケーオッケーオッケー。じゃあ死にかけ右京と DDD じゃんけんして席を決めてくれ。さあじゃんけん勝ったのは東神殿2最強の男、東神殿2宇宙最強の男、2回しか東神殿2をやってないのに映画5日目を撃破した DDD1P、 そして 2P 今日全く技が出ていない死にかけ右京 2P、 さすがに自分の持ち芸ではツバメ返し出るよね、死にかけ右京頼んだよということで。あ、でも死にかけ右京さっきあの今日のノルマであった1金4人を全面とりあえずクリアするっていうのを果たしてしまった。ブラマンデ、お疲れ DDD、 お疲れ DDD、 死ぬな DDD、 長かった戦いよ、さらばマッスルスパーク決まって、まずは死にかけ右京、今日の鬱憤を、初代大会をの鬱憤を晴らしていく。中切りやって、ブラマンデ中切りからそう、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 当てていく、肉取って、肉食って、ビリビリに回復させない、中切り前から、天を当てていくが、大切り、さすがに、もう、うめえ技出んじゃん、売り切れてね、ツバメ返し、死にかけ右京、素晴らしい秒殺、お見事、さっき全然出てなかったじゃん、さあ、したら、ちょっとあれですね、箸休めですね。箸休め、ガロボー対マッツン、お願いします。いや、ガロボーさんではなく、マッツン的な箸休めです。はい。さあ、帝からの資格待つんか、それとも昨日、ガロー伝説2大会、チャンプである、ガロボーが、俺も他のゲームに参戦するよと、エアガイツ仮面の心意気にモチベートされて、ザンクロー無双剣の世界に突入、ワンピー側、ガロボーのザンキーフ、スーピーは、マッツンバサラ。さあ、どうなる、ここは絶対に負けたくない、ガロボー。他、お、マッツンこれはネタに行くんですか、お、先客、暑いですね。オートガードを選択したんでしょうか。まあでもこのゲームのオートガードが回復しませんからね。さあどうする、このガード数字5と書いてありますが、あれがオートガードの数字になる。上下に揺さぶられた際に勝手にガードしてくれるんですが、ラウンドごとの回復はございません。さあここはカマを作ってマツン、ガロボーの動きを止めて、ガン投げていった、お見事、ガロボー弱足払い、弱足払い、マツンこの弱足に全てをかけている、全てをかけている、しかしタックルで返される。さあどうする、起き攻め、爆弾が置いてあるのでジャンプ切り、しかしここは駒投げ、しっかり決めていくのはマッツン、投げ技やってできますよと。どうする、ジャンプ切り、大キックで返して、オーマイよ、ガーキャンを使っていく、ジャイアントスイング、しっかり決めるガロボー、やり込んでるのかもしれません、タックルからもう一丁打撃を与えて、起き攻め、大足バレでこかして距離を取る、時間がないぞマッツン、体力差、取り返せるのか、タックル返して、ジャガシバレー、ジャガシバレー、しかし爆弾が待っていた、タイムゼロ、時間切れ、とりあえず勝ったのは、ガロボー、お見事。2本目。さあ、2本目。さあ、マッツン距離を取って、中段を出していくが、落ち着いているガロボー、おっと、めくりを狙うも、マッツンの足払いを食らうが、すぐさまタックルからの投げを与えていく、そして、ガキャン決めて、ジャイスイを決めていく、危ない、また、投げた。体力ギリギリ、マッツン大丈夫か、死んだマッツン、お疲れ、勝ったのはガロボー、どこまでガロー2の覇者がこのトーナメント進むのか、みんな注目してくれ、ありがとう。起き上がりにコマンド投げやってんのにコマンド投げで座れるんだよね。そうね、何このゲーム。じゃあ4126と、起き上がる側の方が強いだろ普通。4126好きな席に座れ、鳥くんがじゃあ
空いた席に座ってくれ。さあ、416ワンピー側へ。後発でのザンクロー大会、優勝フラッグを持って帰ってきた4126。今回超人オリンピックで優勝できんのか、ワンピーへ。そして、俺の高校の同級生、トリーは 2P へ。どっちが強いのか。ここは4126。負けられない戦い。ここにもあった。三つ目、修羅の、シズマルを選択。トリーはバサラ、ラセツですかね。選択していく。尋常に一本目。さあ、4126のトリッキーな攻め。どこまで、このバサラに通じるか。そしてこのバサラ、4126でチャンプを倒せるのか。チャンプを、そして、距離を取る。中切り挟んで、お互い牽制状態。ワープを駆使して、大切り当てたのはトリー。ファーストアタック。小切りで追い返して、傘を投げていく。おっと、ここは読み、勝った。まずはトリドーが当てていく。しかし、ここ、勝利は当たらず。ジャック足払いから、ジャック足払い。このジャック足に全てをかけている。バサラ使い。ダンクは当たらない。ダッシュからの勝利の超一だ。すげえ、416。まず1本。いきなり殺していく。前からの連続技。正統派ですね、4126。素晴らしいプレイ。2本目、勝負。さあ、修羅の、ここは、飛び道具を打ってまず牽制。ワープでトリッキーな動きを見せていく鳥。相手の出方を伺っているのか。分身、シャドウボディ。ちょっとここは、誘導してる傘を踏んづけて、飛び道具しっかり食うが、その隙に何も当たらず、大足が先に刺さる鳥。さあ、ここは勝利権がまず入る。その後、飛び道具投げて、足払い重ねて、真っ赤っか鳥。今、超絶1号台の状況、どうなる？ジャンプ攻撃、しっかり足払いガードして、中断、決まって足払い！まだ中断、それしかねえんだよと、バサラには。その攻めを見せていく。さあ、技が存在する。ダッシュ中逃げて、大切りもしっかり逃げる。飛び道具にも引っかからない、416、相手の攻撃を見せる。裏も裏から、ピンだ！肩投げて、416お見事！負けられない戦い、1回戦突破お見事！大阪だけじゃなく、帝でも勝ちたいんだよ。大阪、東京、東西取るよと、4126の気合見させていただきました。じゃあ、竹谷とヤガモン、じゃんけんして席を決めるんだ。さあ、さまざまな格闘ゲーム大会に出てくれた竹谷、そしてヤガモン。竹谷に関しては、ザンクロム総研大会、初期のザンクロム総研大会、実は優勝した経験もあります。こんなタケヤンが今日はガルフォードを選択、ラセツ、そして来年の主役、バトルファンタジア勢のヤガモンは優しい、修羅のハオマルを選択、永久コンボはございませんが、火力抜群のハオマルになっております。どのような勝負を見せるのか、注目、しゃがみから空中旋風列だ。おっと、ここでライトニング入っていく、大切り。危ないぞ、垂直ジャンプ大切り。ここは一旦お見合い、中切り挟んで、もう一度大切り。危ない、テーブルレザーを打って、空中で持つが、ここは読まれて、そしてプラズマファクター。プラズマファクターを食らっていく。プラズマブレードを打っていく。我慢するヤガモン。来年の主役、ここは勝っておきたいところ。ハオマル、ピーチ。バタが、総裁して、大パンかわって、ダッシュショーをかわして、大切りもガード、切られて。タケヤン落ち着いて将棋に刻んでまず一歩接種。ヤガモン内心では、いや、優勝して超人オリンピックのタイトルを選べなくても来年はバトルファンタジー約束されたがバトルファンタジー。そういうこと言って、ちょっと気が抜けてる場合、そういうこと言って入れません。さあ、ここは空中旋風レザーを打っていく。頑張ってほしい。ストライクヘッズ入っていく。減らねえ。もう一丁減らねえみたいな。ダンクローム総研らしくない。どうでもいいみたいな、ね、威力ですけどね。ダンクローム総研らしくないヘビー、ストライクヘッド。さあ、ここはセブレさん。しっかりガードして。おっと、ここは大事。おっと、カス当たり。当たった。そしてストライクヘッド。おっと、これ、ヤガモン舐められてんじゃねえのこれ。勝たないといけないんじゃないの。ヤガモン、頑張れよ。ダッシュショーパンチからの、中切りガードして、ジャンプで攻めていく。カズルを見出したい。ジャンプ台切り当たんねえ。プラズマブレード、ショーで出していく。タケヤン、ナノブレードに入っているのか。さあ、時間がないぞ。時間がないって言ったら時間がないんだ。どうするんだ。アクセレーション。ショー、アクセレーション。当たった、勝ったのはタケヤン。一回戦突破おめでとう。時間を止めることはならなかった。できなかったということで。エキゾチック物質が足りなかった。エキゾチック物質が足りないですね、みんな。